キレキレのパフォーマンスと天然な素顔。ナンバーアンダーライン愛のオフショットが話題沸騰。CDTV 舞台裏で明かされたナンバーアンダーライン愛の素顔とは笑いと感動の瞬間。私は TBS 系 CDTV ライブ。ライブの公式 SNS で公開されたナンバーアンダーライン愛のオフショットを見て、彼らの魅力を再確認しました。特に印象に残ったのは、 カメラが回り始めた瞬間のメンバーたちの自然体のやりとりです。ガン・ユータが、もう、カメラ回っているんすかと尋ねると、平野翔と神宮寺ユータが、そりゃそうだ、と笑いながらツッコミを入れました。このやりとりが、彼らのチームワークとユーモアを象徴しています。撮影の裏側では、メンバーたちが新曲、ボンを披露する準備をしていました。騎士がコメント動画を撮影中に詰まってしまい、 えっと、えっと、と困惑した様子を見せましたが、平野と神宮寺がすかさずフォローし、場を和ませました。騎士がお楽しみに、と手を振ると、二人も一緒にお楽しみに、と手を振り、この微笑ましいシーンがファンの心をつかみました。本番直前のショットでは、衣装をまとった三人が笑顔でリラックスしたポーズを決めています。この一枚からは、彼らのプロフェッショナリズムと同時に、 緊張をほぐすためのリラックスした姿勢が伝わってきます。さらに、番組おなじみのサインボードの前での記念撮影も公開されました。3人とも笑顔で番組ロゴのネオン感を指し、番組へのリスペクトを示していました。また、サインボードにサインする動画も公開されました。この動画では、平野が、ナンバーアンダーラインアイを縦書きで書こうとするも、ナムルアンダーラインアイと書き間違えてしまい、 指摘されて目を丸くして振り返る場面が映し出されました。彼は小さく E を書き足したものの大きくリンゴマークで囲って神宮寺にパスしました。神宮寺が D の隣に B を書き小さなリンゴに見立ててフォローする姿が見られました。この自然なやりとりは彼らの絆とチームワークの強さを示しています。ファンからはキレッキレのパフォーマンスとのギャップ、さすがのチームワーク。 といった声が寄せられました。日々不安を抱えながら生きる人々にとって、ナンバーアンダーライン愛の存在は大きな支えとなっているのです。特に、彼らの天然なやりとりは、見る者に安心感を与え、眠れない夜に心地よい眠りを誘います。私は、彼らの謙虚な姿勢とファンを大切にする心、そして誰も取りこぼさないという姿勢が大好きです。彼らの楽曲もユニークで、 自由な表現が魅力的です。例えば、新曲、ボンでは、ボン踊りを取り入れたダンスが特徴的で、平野の指輪やネックレスが一層彼の魅力を引き立てています。どんな衣装を着ても色っぽさが際立つ彼らは、まさに日本のスターと呼ぶにふさわしい存在です。一方で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、完璧主義に見えながらも、どこか抜けている部分があることが魅力です。このギャップが、 彼らをより親しみやすい存在にしています。例えば、平野のスペルミス一つをとっても、それがファンにとっては微笑ましいエピソードとなり、さらに彼らへの愛着を深めるきっかけとなっています。また、末っ子の神宮寺が一番しっかりしているという一面もありますが、いざという時には騎士に頼る二人の弟的存在であることもファンの間ではよく知られています。この絶妙なバランスが、 彼らのグループとしての魅力を一層引き立てているのです。ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛の姿を間近で見たいという願望を持つ人も多いでしょう。彼らの自然体な姿を見ることで、ファンは彼らとの距離を感じることなく、親しみを感じることができます。このような動画や写真が公開されることで、彼らの魅力がさらに多くの人々に伝わり、彼らへの期待が高まっていくのです。 彼らのパフォーマンスだけでなく、日常の何気ないやりとりにも注目することで、より深く彼らの魅力を理解することができます。ナンバーアンダーライン愛は、その謙虚さとユーモア、そしてプロフェッショナリズムを兼ね備えたグループであり、その魅力はこれからも多くの人々に愛され続けることでしょう。結論として、ナンバーアンダーライン愛のオフショットは、彼らの素顔とプロフェッショナリズムを垣間見る貴重な機会です。 彼らの自然体なやりとりや、ファンへの気遣いが感じられるこれらの瞬間は、ファンにとって大きな喜びであり、彼らへの愛情をさらに深めるきっかけとなっています。これからも彼らの活躍を楽しみにしつつ、彼らの成長とともにファンとしての絆を深めていきたいと思います。このように、ナンバーアンダーラインイのメンバーたちは、舞台裏でも、ステージ上でも、常にプロフェッショナルでありながらも、 その人間味あふれる一面を見せています。彼らの魅力はそのギャップにあり、ファンにとってはそれが一層彼らを愛する理由となっています。今後も彼らの成長を見守りながら、彼らの新たな挑戦やパフォーマンスを楽しみにしています。この記事を読んでいる皆さんも、ぜひナンバーアンダーライン愛の魅力に触れてみてください。彼らのパフォーマンスだけでなく、舞台裏の素顔にも注目することで、 彼らの新たな一面を発見することができるでしょう。そして、その魅力を感じることで、日常の中に少しでも多くの喜びや癒しを見つけることができるかもしれません。私はナンバーアンダーライン愛のメンバーが見せるプロフェッショナリズムとその背後にある人間味に真から感動しています。例えば、彼らのパフォーマンスは常に完璧であり、舞台上での姿は輝かしいものですが、それだけではありません。 彼らが見せる舞台裏の姿もまた彼らの魅力を引き立てる重要な要素となっています。新曲、ボンのリハーサルや収録現場ではメンバー同士が助け合い、笑い合いながら準備を進めている様子が伺えます。特に騎士がカメラが回っていることに気づかずに戸惑う姿や平野のスペルミスに対する神宮寺のフォローなど、これらのエピソードは彼らの絆の強さを感じさせます。 彼らのユーモアセンスと自然体な振る舞いは、ファンにとって大きな魅力です。騎士の、もう、カメラ回っているんすかという発言に対する平野と神宮寺の、そりゃそうだというツッコミは、視聴者に笑いと共感を与えます。このようなエピソードを通じて、彼らがただのアイドルではなく、親しみやすい存在であることが伝わってきます。さらに、彼らのパフォーマンスには一貫したテーマがあり、 日本の文化や伝統を大切にしていることが感じられます。ボンのボン踊りを取り入れたダンスや歌詞に込められたメッセージは彼らが日本の文化を世界に広める役割を担っていることを示しています。このようなパフォーマンスは彼らのクリエイティビティとプロフェッショナリズムを感じさせます。また彼らのファッションセンスやアクセサリーにも注目が集まっています。平野の指輪やネックレスはファンの間で話題となり、 そのスタイルは多くの人々に影響を与えています。どんな衣装を着ても彼らの魅力が際立ち、その存在感が増していくのです。最後に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちに対する期待と応援の気持ちを込めて、これからも彼らの活動を見守り続けたいと思います。彼らの成長とともに、私たちファンもともに歩んでいけることを楽しみにしています。彼らの笑顔やパフォーマンスが、 私たちにとっての大きな励みとなり、日々の生活に彩りを添えてくれることを願っています。さて、皆さんはナンバーアンダーライン愛の魅力についてどう感じていますか彼らのどのような一面が特に好きですかぜひ、コメント欄で皆さんの意見や感想を聞かせてください。そして、彼らのこれからの活動に対する期待や応援のメッセージを一緒に共有しましょう。